こんにちは、アクシスの筒井です。今日は、こちらのオーバルの、木箱、シェーカーボックスについて、ご説明したいと思います。シェーカーボックスはもともと19世紀、アメリカのシェーカー教徒によって、ミニマムな、生活スタイルの中で、生み出されたものになっております。こちらの、今3つ重ねてますけど、こちらはもうすでに販売して、で今回この場所でご紹介するものはまだ大きなあのボックスであって、新しい商品をこれから紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずはアクシスのシェーカーボックスの中でも一番大きなサイズのラウンドボックス L です。直径30センチ、高さ25センチと大容量サイズで深さがあり、蓋を閉めれば目隠しになります。頻繁に使うけど隠したいものの収納にとても便利です。ちなみに私はトイレットペーパーを収納しています。次に紹介するのはメガネケースです。人前で取り出す機会の多いメガネケースもシェーカースタイルだとさりげないこだわりを見せられます。メガネケースとして紹介していますが、ペンケースとしてもぴったりなサイズなので、ワークスペースで使用したりといろいろな場面で活用していただけます。そしてこちらはシェーカーのトレーです。ラウンドとオーバルの2種類をご用意しています。お盆としてはもちろん、お気に入りのものをディスプレイする飾り棚としても楽しめるアイテムです。ラウンドは直径30センチ、オーバルは30センチ×21センチのサイズになっています。最後にご紹介するのが小さなピンクッション針山です。シェーカーの素材になっているチェリー材の色に合わせてファブリックをセレクトしました。スタッフから業務的なものばかりで可愛いものがないという声があり、今回シェーカーデザインで針山を作りました。はい、どうでしたでしょうか。今日はアクシスの新商品の、シェーカーシリーズのご紹介をさせていただきました。日常使いをしやすい商品を、まあ、選んでおりますので、例えばこういった箱に関しても普段お家の中でよく使うんだけど隠しておきたいとかしまっておきたいものあったりすると思いますので、こういった箱の中に入れて、しまってまた開けて出して使ってっていう形で見せる収納としても、使っていただきやすいんじゃないかなと思っております。大中小というサイズもあったりしますので、いろいろとその場所に合わせた、使い方があるんじゃないかなと思いますので、ぜひまた使ってみてほしいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。アクシスの筒井でした。チャンネル登録お願いします。